超人気の観光でを初見で実況プレイ、提督の和比太郎と申します。皆さん夜も観光でしてますか？はい、それじゃあ始めていきましょう。本日はですね、まあまたよくあるパターンではあるんですが、趣向をちょっと変えまして、はい、任務見てくださいね。お疲れ様です。これです、任務の上から3番目、第4戦隊を出撃せよ、第4戦隊出撃せよという内容で、この任務をクリアしようかなと思っております。というのもちょうどこの秘書官である期間据えている高尾さんが出まして、でやっていこうかなと思ってます。そして同時に2-4をクリアするためのレベリングも兼ねまして、赤木さん、ヒエさんを連れてきます。そしてヒエさんはなんとですね、今回ちょうどタイミング合わせてなんですけど、はい、改造が可能でございます。というわけで改造をします。今度はまあ装備取らないで大丈夫ってことなんで取りません。というわけで改造早速スタートします。はいはい、まあ、これも 2-4 をクリアするための少しはお姉様に近づけたかな、方法といいますか、 2-4 クリアするための努力ですね、努力の結晶によりヒエさんが変身しました。というわけで装備見ます。いつでも準備火力が、あ、装備したまんまなのかな、あれ違うな、なんか変わってる、いろいろと装備したまんまとか、そんなことはありえない。なぜなら 41cm 連装砲、 15.5cm 3連装複砲、そして 12.7cm 連装広角砲を初期装備で持ってますね。すごいな、今までで一番すごいかも。混合型ってみんなこうなんですかね。すごい火力も非常に高いですね。何持たせたらいいですかね皆さん。まあ当然手法ですよね。はい、はい、力が湧いてないんですよね、手法以外を見ていただくと分かるんですけど、まあ機銃持たせるんだったらね、と思って、はい、これです。まあないんですよね、他にあればいいんですけどね。この41センチの上が、41センチってレアなのかな。いいな、いいですね、欲しいですね、すごい。あ、そういえばちょっと今チラッと見せてしまったんですけども、どうでしょうか、赤木さんなんか変わってません、装備一番上のなんか飛行機が、はい、デイリークエで飛行機欲しいなと思って回したらこれが出ましたね。回したというか作ったらこれが出ました、試練会に。これがまた強いんですよね、ほとんど制圧できるっていう。はい、そして第4艦隊出撃せよというところで、その目的を果たすためにバシート沖に行きます。バシート沖クリアすればクエストのクリアフラグが立つみたいですね。はい、敵か。でもこれって確かなんかボスに行かないとクリアしたことにならないような気がするんですよね。っていうのもですね、一回普通にやってクリアしたんですけどクリアにならなかったんですよね。だから多分ボスに行かないとダメなような気がします。まあわかんないですけどね、実際一回やってダメだったんで、まあ、もしかしたら編成かなと思って。でその時は帰還にしなかったんですよ、あの高尾さんとか、高尾さん、鳥海さん、マヤさん、アタゴさんを の誰かを帰還にしないでやったんで、で帰還にしない、なんか帰還に据えてみたいなこと書いてあったんですよね。この勝利で慢心してはダメ、帰還ってそういう帰還じゃないのか。とりあえずまあ、勝ったんで次進みます。ボスに行けば話が早いわけですからね。これ右行ったらまあまあまあしょうがないってところで、はい。そして下行って右行ってくれますかね。わかんないですね。なんか下に行きそうな気配もするんですが、右行ってくれたらラッキーですね。はい、はい、ラッキーです。というわけでスムーズにクリアできたらいいですね。まあ赤木さんの初手があれば木に沈められる部分もあると思うんで、どうでしょうか。さあ赤木さんの偵察、敵艦隊発見し、そして
定艦隊が見えたところでエリート部隊がいるにもかかわらず赤木さんのドンと、はい、ミスりましたね今ね。まあ駆逐艦遺跡撃沈できたんでよしとしましょう。マヤ様の攻撃、はい、低レベルというかレベリング全然してないんですけど、あのアタゴさん以外は非常に強いんです、ね、と思ったらちょっとやりすぎじゃないかしら。はい、すごいやりすぎですよね。左舷に敵艦発見相手エリート艦の攻撃によりアタゴさんが中破。右舷の敵艦を叩いて第一攻撃隊。個人的にはどうしても突破したい部分があるんで砲雷撃戦、野戦に行ってしまおうかな。ちょっともう一隻ぐらいなんとかなりませんかね。お願いできませんか。もう一隻ぐらいなんとか、なんとかもう一隻。どうだ、無理か。あ、正射始め。いけ、もう一隻。よし、重心を落としたから。右舷の敵艦を叩いて。あ、やっぱアタゴを狙ってくるんですね、ちゃんと。いや、もうここ野生いきますよ。アタコさんは確かにピンチであるんですけど、クリアするためには、まあ、これでクリアできてるか分かんないですけど、クリアできてるような気はしますけど、行きます。はい、はい、よし、完全勝利にて、これでクエストいくらなんでもクリアできるだろうっていうところで、どうでしょうか、クエストクリアになってるでしょうか。当たり前だろ、私はマヤ様だぜ。おお、マヤ様 MVP、 野戦が効いたんですかね。そして新しい仲間、誰が出てくれるんでしょうか。ボスドロップでまさかの不走さん。長度急戦艦姉の不走です。妹の山城ともどもよろしくお願いいたします。不走さん持ってるんですけど、あの素材として非常に優秀なので、はい、作戦完了、重宝させていただくことにはなると思います。はい、何かが私の中で解放されたような、ほう、素敵な気持ちすごいな。さて、お疲れ様です。はい、達成、やったー、達成しましたっていうところで、皆さんに面白いものを見せようかと思うんですよね。あ、もしかしたらダメかな、見せないかな。シグデさん、この西村艦隊を編成せよ、これも実はクリアできるんですよ。っていうのも、あのさっきやってたら運よく最上さんが出たんですよ。だからいけるんじゃなかろうかと思うので、ちょっと待ってくださいね。シグデさん遠征中なんですよね。無理だ。もう、いないかな。もう一隻いたような気がするんですけど、いないかな。いたらクリアしちゃうんですけどね。あ、ダメか。いなかったですね。残念賞です。とはいえ、もしかすると遠征から帰ってくるんじゃないですか、時間的に。あと6分帰ってきませんね。しょうがないな。まあ動画時間もあとまだ8分っていうところなんで、さあどうしましょうか。あ、そうそう、見せますよ。あの新しくですね、はいはい、こんなキャラも、水雷戦隊出るよ。こんなキャラも、何さ、出たんですよ。なんだ、提督か。で、この北上、 みんながよく北神様って呼んでる人がこの幹部さんですよね。で、この北神様がですね、よくね、多い多いって言うんですよ。多いち多いちって。多いち何さ、これなんだ、提督か。多いっていう幹がいるってことですよね、おそらく。多いさんにはまだ会ったことないんですけど、そうそう、もう一人、その最上さんがさっき仲間になったんで。最上、出撃するよ。これあの観光でのトップページに書いてある方ですよね、最上さん。はい。で、自分でなんか三連装法、三連装法って言ってるから、何かと思ったら見たら装備に最初から三連装法がついてたんですよ、最上さんだけ。他の従順さんにはついてないんですよ。他の従順さんはこの最上さんが装備してる 20.3cm 連装法で、最上さんだけなぜかこの 15.5cm 三連装法を装備してたんで、ここで最上さん専用装備かなと思って、特に取っ払わないで最上さんにつけてありますね。はい、しかし火力がもう3個手法つけてるんで、凄まじく高いですね。はい、まあでもこれはちょっとあれかな、バランスが悪いかな。なんかこうスタイル的に3個連装法、あ、じゃない、3個手法っていうのもちょっとあれなんで、機銃にと変えますか。やっぱ機銃はあった方がいいと思うんで、落としてくれますしね。 12.7cm
7mm 単装機銃が余ってるな。これ使おうかな。僕を強くしてくれるのかい。はい、というわけでこんな感じで新しく入ったキャラクターをざっと紹介しちゃいましょうか。図鑑をざっと見せて、あ、いましたね今、北神様。いきます。はい、熊型軽巡洋艦3番艦北神だよ。あ、そう、大一とは親友。三所魚雷を撃ちまくる従来操縦洋艦にステップアップできるってさ、やってみる？あの北神様手に入ってまだ見てなかったんですけど、これが雷巡というのになるってことですよね、このメッセージ通りならば。でさらにあの熊型っていうことに気づいたんですけど、熊型はあれですか、みんな結構色物ぞろいな感じですか。実はあの場所が違ったんで全く気づきませんでした。北神様のあの図鑑の登録場所はちょっと全然熊型の場所とは違ったんで、熊型はここですからね。はい、というわけで使えるってことですね。そして、はい、最上さんいきます。手に入れたばっかりの、はい、重巡洋艦最上型のネームシップ最上だよ。三連手法がいい感じでしょ。そうそう、僕ちょっと他の艦とよくぶつかっちゃう癖があるんだけど、なんでだろう。対戦中は艦にぶっかってたってことですよね、最上さん。でも特徴としてこの三連手法、これを持ってるっていうところで装備も最初から三連手法だったんですね。最上型1番艦2番艦はいないんですかね、最上さん以外に。なんか図鑑の空きもないのとね、見たことないですよね。最上型じゃないですよね。はい、古鷹です。古鷹型ですもんね、古鷹さん。三河提督率いる第8艦隊の一員として第1次ソロモン海戦では敵艦多数を撃破したんですよ。これが従順なんです。はい、左足になんかごついのがいろいろついてますけど、ミサイルとかですかね、これ砲ですかね。そしてこれ加古さんって古鷹型だっけ。古鷹型従順洋艦の2番艦過去だよ。第一次ソロモン海戦で大活躍したんだからね。ああ、帰り道本当行きはよいよい、帰りは怖いってね。はい、加古さんでした。青葉さんはごめんなさい、なんかいろいろ見ちゃって。これ青葉です。青葉型なんだ。諸島方面へ進出して中部太平洋作戦を支えました。従軍作家さんも乗り込んで青葉のスタッフの仕事ぶりを取材したことも。最後の時は呉の港で動かす油もなかったけど、青葉頑張りました。いやー、なんかこう悲しい話になってしまいましたね。呉の港で動かす油もなかった、そして最後の時って書いてあるってことは、ここで強沈してしまったということですよね。仕方なしなんでしょうね、もう燃料切れというところで。はい、そしてもう青葉さんの下にいる高尾さん。高尾さんも紹介してませんでしたよね。高尾型の1番艦ですよね。巡洋艦といえば、なんといっても私高尾型よね。近藤中小機科の第4戦隊に所属して数々の海戦に参加しました。激戦を戦い抜いて最後はシンガポール防衛に勤めたの。あの艦コレの図鑑ってすごい分かりやすいのもそうなんですけど、大体なんかこう最後にどうなったかっていうのが書いてあるんで、なんかこういろいろね調べてみるきっかけになりますよね。なんかこういる、なんていうんだろうな、こう胸を打つって言ったらあれですけど、そういう文章がありますよね。はい、高尾型の高尾さんでした。しかし高尾さんなんか靴が変わってますね。そして高尾型はなぜだか皆さんこう胸がね、ちょっとね、豊満というかそういう感じの、はい、カムさんですよね。高尾型の2番艦、はい、アタゴよ。呉海軍工廠で生まれたの。バランスの取れた重武装ボディでしょ。レイテ沖の決戦では第一遊撃部隊の機関として出撃したんだけど、まあそんなこともあるわよね。というわけで高尾型のアタゴさんでした。ご自分で言ってますよね。バランスが取れた重武装ボディっていう、はい、変わってたんですかね、艦の形が。というわけで紹介がこれぐらいですかね。はい、増えたところといえば、あとはそういえばヒヨウさんって取ったんだよな。この巡洋さんに結構隠れてて、ヒヨウさん、
あんま使ってないです。北米航路用の心臓逆戦。強いですか？使いますか？出雲丸を建造途中で改装した商船改造空母なの。でも正規空母並みの活躍を見せたんだから。本当よ。すごいですよね、この費用型っていうのは。正規空母並みの活躍を見せている感がほとんどっていうところで、あとはあの声優さん同じですよね、おそらく。あ、巻物が燃えてる。はい、戦時改造を前提に建造した豪華客船、うん、柏原丸。その改装した姿が空母巡洋さん。ちゃんと戦い抜いて最後まで生き残ったんだぜ。意外とやるでしょ。いや、最後まで戦ったのはすごいですよ。あの対戦を、まあ、経験してはないんですけどね、僕は。はい、というところでこんな感じでいかがでしょうか。まだやっぱり埋まってない図鑑たくさんあるんで、どうなるか楽しみですね。何でもおっしゃってくださいね。はい、そしてちょうど遠征から戻ってきましたね。やっと作戦完了で艦隊帰投か、はい、こっちの艦じゃないんだよな。ちゃっちゃとやれよ。こっちの艦にはシグデさんいないんだよな。というわけで今ですね、鋼材がちょっとピンチなので鋼材を貯めてますね。と思ったら同時に持ってきましたね、シグデさんも。戦果あるかな。はい、いや、シグデさんも戻ってきてくれたということで、ごめんなさい、変なとこ見せして呼吸させてください。そしてすぐ出発するんで、そうそう、ね、すぐ出発させてください。ね、気になるところございますか。で、鋼材を貯めるためにこの警備任務っていうのをやりまくってまってますね。はい、天竜さんには。そして編成をちょっと変えて、しぐれさんだけ下ろすか。で、まあ、うちの水雷戦隊出撃します。使える駆逐艦白縫さんに任務についてもらってる間にしぐれさんを入れた部隊で出撃ですね。というわけで遠征に行ってもらいましょうか。さあ、どれに遠征に行こうかな。弾薬、弾薬はある。海上護衛任務もう一回行ってもらいましょうかね。今行ってきたところがそうなんですけど、もう一回、もう一周頑張ってください、すいません。というわけで行ってもらいました。はい、それで編成を組みますね。任務を見て、西村艦隊不走山城最上しぐれを機関とした西村艦隊なんで、ございますか。そうさんかね。まずは、あ、修理中だっけな。でも大丈夫だ。不走型戦艦山城出撃します。はいはい、戦艦不走最上さん出撃いたします。でしぐれさんと、しぐれさんはどこかな。いました。はい、しぐれ、何気にしぐれさんレベルがもうちょっと低かったと思うんですけど、たまるんですね、あの遠征でもちょっとずつは経験値もらえてるみたいなんで。さあ、どうでしょうか。お疲れ様です。達成、よし。はい、ありがとうございます。お、なんだこれ、給料館。ほう、つまりご飯を用意してくれる館。そんなのが、あ、第五航空戦隊、これが新しく出ましたね。見たことないけどな。昇格、随格、ほう、空母ですかね。航空戦隊って書いてあるんで難しそうな気がする。そして西村艦隊出撃せよ、オリオール海の敵を撃滅せよ。結構難しいな、オリオール海を。このメンツではちょっと難しいですね。もがみさんをもうちょっと鍛えないとダメですね。ということは、よし、まあこれは置いといて、今のはクリアできたというところで、はい、どうもありがとうございました。そして給油艦って何だ。どうぞよろしくお願いいたします。使うやつか。お姉様、あ、多分テンション上げるやつだ。なんかあったんですよね、アイテム屋さんで見たら似たようなのが。そうですね、おそらく。はい、というわけですいません、こんなところで一旦これまでで終わりにさせていただきたいと思います。そして、はい、皆さんが言うように、もう気づいてる方気づいてるかと思いますけど、段ボールをどかさせていただきました。はい、なんかこう風情があっていいですよね。ご飯が用意してあるっていう和風和食の感じで、部屋もそんなような内装にしてみました。ちょっと山椒さんでかすぎて見えないですけどね、全体は。はい、というわけでこの度はご視聴いただきどうもありがとうございました。
またよろしくお願いします。それでは失礼します。